はい、こんにちは。美容整体サロン店員模倣の谷内です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、スビ筋ですね、筋肉をほぐすマッサージシリーズなんですけれども、スビ筋という筋肉をほぐす方法をお伝えしたいと思います。スビ筋ってどこなんですかっていう話なんですけども、これですね、スビ筋。ちょっと、ですね、読み方がああ、間違えました。スビ筋と読みます。これどこなんですかというと、ここなんですね。この、これですね、スビ筋。この、スビの B なんですけど、眉毛ですね。眉毛の筋肉になりますよと。大丈夫ですかね。でスビ筋って、スビ、D って何ですかというと、こう眉ですね。眉毛をこうする。この筋肉なんですね。スビ筋っていうのは。なので、この筋肉がですね、凝ってくるとですね、この辺にシワが入りやすかったり、この眉毛の上まぶたがむくんできてですね、目が開きにくくなってきます。結構、年配の方になってくると、この辺がむくんで、こう、ボテーっと落ちてきてる方がおられると思います。これをご覧のあなたも、ちょっと鏡を見てね、ちょっと確認してみてください。ちょっと、むくんでるかなっていう人は、眉毛のところですね、むくんでるかなっていう人は、スビ筋が凝ってる可能性が非常に高いです。ですので、今日は、このスビ筋の、筋肉のマッサージの仕方をお伝えさせていただきます。方法はですね、いつも通りこの指3本で、ここに当てます。もうまさに眉毛の上ですね。で、ここに上下にこういうふうに動かします。こうですね、この時ですね、このように入ってますね。スビ筋はこういうラインなので、この内側もよく動かしてあげてください。で、このコリコリですね、筋肉のコリをこうほぐすような感じで動かしてあげてください。ちょっと片方だけしましょうか。こんな感じですね。で、スビ筋はですね、非常に平べったくてですね、こう、コリコリ感がちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、こうやってるうちに、あ、動いてるなっていうのがね、分かってきますんでね、こういう感じで動かしてあげてください。はい。で、そうするとですね、うまくいくとここがほぐれてですね、すごいこの、パッとこう、スッキリします。で、上まぶたがですね、パッとこう、開きやすいんですね。つまりこう、目がパッチリしやすいです。こういう感じですね。で、これもですね、もう気づいた時に、もう、こう、常に手が、顔を触っているという癖をつけていただくのが、まあ一番いいですね。で、まずはちょっと時間を決めたり、お風呂入っている最中とか、頑張ってみてください。こんな感じですね。スビ筋ですね。ここの筋肉、こうあります。ここにですね、ちょっとシワが寄りやすいとか、目の周りが、この上の方がむくんでると、それが気になるという方は、ちょっとぜひやってみてください。本日はですね、スビ筋の、筋肉をほぐすマッサージの方法をお伝えさせていただきました。本日も動画をご覧いただいてありがとうございました。それでは失礼します。